終わりの時間ですよ。今日この瞬間に一緒にいてくれてめっちゃありがとうございます。さあ、では今日の一人ずつの感想お願いします。今日は
誰から はい。最近僕は自分自身に今幸せだとたくさん言い聞かせています。自分に幸せだと言ってあげないと幸せな瞬間がすぐに終わってしまうそうだからです。僕は幸せな人になりたいみたいです。アミも幸せな人になっていつも幸せだと思ってくれたら嬉しいです。アミアジャス紫するよ。アミの